森永乳業より2023年10月10日に日本全国で発売した森永製菓とコラボレーションし、ウィダインゼリーでおなじみのインプラントから L テアニンを機能性関与成分とし、睡眠の質を改善することを表示した機能性表示食品のドリンク、インプロテインハニーオレ風味。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。上田だよ、本日もよろしくお願いします。よく降っていきたいと思います。開けていきたいと思います。では、いただきます。インプロテインシリーズは、森永のインプラントから森永乳業が発売するプロテインドリンクです。いつでも美味しく手軽にタンパク質をチャージできます。容器やプロテイン配合量が異なる商品をラインアップしておりますので、気分やシーンに合わせて自分好みの一品をお選びいただけます。1本あたりカロリーは約5キロカロリーとなっております。寝てる間にも消費されるタンパク質を1本で 10g 摂取できます。本品の届けて内容、届けて表紙、本品には L テアニンが含まれます。 L テアニンには睡眠の質を改善、起床時の疲労感を低減する機能が報告されています。機能性表示成分は L テアニン 200mg、 届け出番号 100-52、プロテイン特有の渋みが抑えられた、飲みやすく続けやすいハニーとミルクの味わいです。評価は5です。最近睡眠改善のものが出てるんですけど、全部乳酸菌なんですよね。これは乳酸菌とまた違って乳飲料で、甘くて蜂蜜の味わいがする甘いミルクみたいな感じなので、本当に乳酸菌が苦手な人にはおすすめの一本になってるんじゃないかなと思います。本当に蜂蜜の入ったミルクオレの味わいました。甘いですね。甘くてカロリーが低いっていうのもね、続けやすいんじゃないかなと思います。これでね、あと睡眠の質が上がればもっとこいだと思います。インプロテインシリーズハニーオレ風味、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。食生活は主食主菜副菜を基本に、食事のバランスを。ではじゃあね。